どうも、お疲れ様、ノックさん。神サプライズの方ありがとうございます。明日にはね、変装の手続きをします。今、箱詰めをしまして、いろいろとスタンバイ行ったところなんですけども、もすでにね、もうこの時間ですんで、もう間に合わないかなっていうことでございます。遅れちゃって申し訳ありません。えそして、えー、今回はね、えー、バージンココナッツオイルの話ですけども、結構ね、高いんですね。あの、ま、あ商品単価ではなくて、ビジネスに、 参加すするのに株式を買ううっていうところからですよねなるほどまあココナッツオイルの噂は聞いたことがあるんですけどもまあノクさんもねあのいろいろと実感されてるところあるんじゃないかなと思います、うん、まあでも19,800円ねこれは結構しんどいですね売るのがね、うん、まあビジネス的には単価が大きいのは確かにいいことなんですけどもなかなかココナッツオイルのことをどうやってお知らせせればいいのかなってことですよねなるほどまあいろんなもの見つけますね まあ、あの以前はね、えーと、コンシェルゼサービスのことも随分動画でお話しくださって、で、えーまあ、J コスメもちょこっとね、えー、いろいろとお,お話をされることがあったりとか、まあ、もちろん暗号通貨エイダのこともですけども、うん、やっぱ私たちは雇われてるわけじゃないんで、いろんなものに興味を持っていって、まああの、一部はね、 うまくいかないものもありますけどもでもトータルで人生をどういう風に構築していくかってことなんでまあ9敗1勝でも勝ち越せるっていうところもありますしうんまあだからといってね、えー、適当に何でもいきたいってもんではないと思うんですよでもまあココナッツオイルスってのは結構いいんじゃないかなと思いますよね、うん、あの私の方はねあの特にあれこれとビジネスに手を出してるってことでもないんでどちらかというとノク、まあ、さんから新しい情報が入ってるような。 ところまあ非常にそれはありがたいなと思っております。実際その VOC いかがでしたかなんか効果とかねちょっといろいろと言いにくいところもあったと思いますけども、うんまあ、ウエストがちょっとねサイズダウンするぐらい痩せたみたいなところは結構羨ましいなと思うわけですけども何、うんまあ、かねいろんなネタをお持ちだなと思って今度またね 奇跡の油でもいいんですけどもなんか詳しくこう深掘りして対談などやってみたら面白いのかなと思ってぼんやりと考えておりますえなんかまあノクさんはねなんかいつもあの元気そうというか調子が良さそうなのとやっぱ若いっすねあのアイドルのコンサート行ったりとかねすごく羨ましいなと思っております私の場合はねの私の町でアイドルのコンサートないわけではないんですけどもまあちょっと行く気力はなくなっちゃいましたねなんかね 以前、アイドルの、アイドルさんのね、あのステージを、こう、ちょっとお手伝いする、広島ロゴドルフェスティバルみたいなことを、スタッフでやってましたけども、あれが随分懐かしいなっていうとこです。当時のアイドルさん、今ではね、すっかりと素敵な女性になって、ある人はご結婚され、ある人は、アイドル、タレント、アナウンサーの仕事をして、みたいな感じです。うん。なんかそういう風なね、アイドルを辞めたその後まで、私の方はちょっと見てるわけなんですけども、まあでも、アイドルさんっていうのもね、いろいろと、 こうで入りがあっていろんなグループに分かれたりくっついたりとか本当ドラマですよねまたそちらの方もお知らせいただければ幸いでございますそれではありがとうございましたお疲れ様です